え、ボンボングミ食べるの？うわ、怖い。こんにちは。やだやだやだ。来た。え、かわいい。歯が少ないよ。今までで一番かわいい。一番かわいい。よし、決めてやったぜ。かわいそう。歯抜かれて。ね、かわいい。はい、じゃあ始めます。はい。今日はこっちの左側をどんどんやっていきます。はい。で、サブクエストはもうほぼほぼクリアしときました。あとここと、お疲れ様です。この上の方ね、まだクリアしてないけど、こっちはまだやってないんで、うん、とりあえず今日はここクリアします。はい。で、レベルもだいぶ上がっちゃっててね、今レベル45です。で、もうレベル上がったら知性にしか振ってないんだけど、うん、知性が大変なことになってる。345、知性モンスターとして。で、オーラはね、光94の闇が32。あれっていくつまで上がるんだろうね。ね。で、ずっと子供のオーラ。本当だ。なんだ。あそこって変わるのかな。コロン。うん。ずっと子供のまま過ごしていくんや。武器は変わってないですか？それがね、変わってます。え、なんか違う、うん、全然クラウドじゃなくなってる。今二丁拳銃を使ってるんだけど。本当だ、こっちの方が強い。弾がこんなにある。プシュ、あ、すごい。めっちゃあるじゃん。闇よ、闇の力。世界に闇をもたらした。武器はね、何それ、これを右手に持ってます。はい。左手にこれを持ってます。543。あ、じゃあ合計して1000以上ある状態。うん。で、しかもこいつなんかね、4発撃つごとにミサイルを撃つんだって。何それ。これハンマー、氷のハンマー。氷のハンマーだぜ。おお、あのモンハンのさ、鬼ってなんだっけ、氷の。ゴシハギ。あ、そう、ゴシハギハンマーと似てるね。全然安全ではない。こんにちはっす。こんにちは。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。なにこれ。え、トランスフォーマーじゃんこれ。乗っ取られてるよ。え、すごい。あ、すごい。え、なんか何、なんだろう、ここ研究所みたいな。あ、すごい、チェス盤が。ティム・バートン感がね、歯車ついてた。いた。ウィズティンカートンカー。え、かわいい。かわいい。え、こいつ乗せたかったな、アークに。リズゴは理解している。かわいい。どうやら見知った顔を見られて嬉しいと言っているようだ。いえ、お前、またお前に会えてよかったと言っている。待てかわいい。だからオクトボットを修理していたんだが、蓋が開かなくなってしまった。あら。開けるためには十分な大きさのタグツイスターが必要だ。見て、これノバ。地に足をつけて上を向いて歩こうと言っている。かわいくない。え、かわいいじゃん。もう話は終わったからいいぞ。あんまりかわいくない。え、乗っけちゃったよ。さっきのウィズの方がかわいい。まあ確かにそれはちょっと否めない。ハト出すやつ。うまく当たった。火を刺したくはないが、メカスタジアムがこの近く。え、こいつあのランプの子に似てる。ランタンの子なんだっけ、名前忘れた。見て見て、あ、見て見つーじゃんこれ。見て、殺しちゃった。もしない。不安定にさせずに。
よくそれだ、タグツイスターは緩む。それが掴む手を助ける手に変えることを願おう。何これ、乗れるの？乗った、すごい。トイストーリーで改造されたおもちゃがこういう子いたよね。すごい、すごい、見て、うわー、マスターハンドじゃん。マスターハンドだ。おいっす、腕持ってきたっす。あれ、あ、あれの腕についてたあれを使ったのね。そういうことだ。ウィズはタグツイスターが解決してくれると思っていたが、力づくではどうにもならないようだ。もっと滑らかなものが必要だ。なんだなんだ、何言ってんだこれ。全然理解できなかった。滑らかなのは確かだな。グリーススプリンクラーがあれば蓋が開くはずだと。グリーススプリンクラー、次は彼の吸引。チューチュー。グリーススプリンクラーを手に入れた。ウィズが聞いた話によると、彼は終点で立ち往生。ああ、俺はもうこれ会ったことあるんすよ。え、私は知りません。もう会ったことあって、ここにもうファストトラベルもできちゃうんすよ。誰？これがみんな大好き、チューチュー。チューチュー、かわいい。彼は確信した。しかし今回、彼は脱線したの。ウィングナットを見つけるのは簡単だ。すべてのインフロントチュガチュガにはめ込まれた。チュガチュガ？チュガチュガ。かつての彼とよく似ている。ウィングナット着トンネルだ。それは永遠に続く。永遠に続く。の、なんかいるぞ。あれ、溶接するときのやつじゃん。吹っ飛ばしてやる。ほら。ビリビリビリ。何それ、スタンガン？これ、あの、光のオーラを30手に入れてゲットするやつ。やっと最近強くなってきて。そうだね。まだ進行度 30% だから。いや、多分ね、40% ぐらいいってる。本当？何で、これ。ほら、もう 60% だよ。あ、60% だ、すごい。もうゴリゴリ進めといた。これ待って。これ倒したらやっぱ終わっちゃうんじゃないの？ね。オッケー、ガンガン進めていくぜ。あ、なんだ。ヘイチューチュー、持ってきたぜ。これか。ほら、いただくぜ。なんじゃこりゃ。これか。よし。兄貴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 イエーイ、兄貴持ってきたぜ。これが欲しかったんだろう。はい、開く？開きそう？どう？グリスを塗って。きついか、それだけじゃ。いけっか。いけ。お、おー、おー、いけるぜ。ホットホットの準備が整うまでバックパックを対処する方法はないとウィズは言っている。何で武装するんだこれは。彼が開発しているキャノンに必要なのは、あとは。おらおらおら、くらえ。なんか敵が多いときはこれの方が強いんだ。おー、気づいたら死んでる。めちゃ強くない？強い。あなたは誰？待って、これどんぐらい食らうんだって。あ、結構食らうぞ。結構食らう。おにやみの、あ、待って、普通に銃の方が強いわ。
空いてるし。うまく当たった。エックス模写。空いてたんだけど。行くぜ。宇宙の彼方へ。さあ行くぞー。うわー。ドゥフ。すげー見てくんじゃんこいつ。不発のパイロスティックが野放しになっているようだ。爆発する前に捕まえるべきだ。出た出た。これ難しいんだよな、この捕まえる系。ほい、ほら、はい、捕めた。よし、兄貴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 。こいつ連れてきたかったな。よし、武器を積んだぜ。パイロスティックは爆発する。何を狙うかはお前次第だが、少なくとも頭を狙うべきだ。そこがマークパックの弱点なんだ。ヤツは考えることが苦手らしい。考えることができないんだって、バカみたい。ウィズは新たなキャノンの製作に取り組んでいる。パイロスティックの代わりにグッポを発射するそうだ。マークパフは気が散ってたまらず。了解、頭に打つね、それを。グッポを見つける一番の近道はギルに会いに行くことだ。彼は天然の探知機を備えている。バーブルボトムにいるギルを訪ねるべきだ。彼ならグッポがどこで見る。ギルね、会ったことあるんすよ。ギルさんもほら会ったことあるんです。見てこいつ、どちら様ですか。わあ、かわいいひげ。たくさんのグッポが必要だ。ギルだって。でもここで見つかるのは死んだグッポだけだぞ。え、背中に何しょってんの。多分あれがグッポ。グッポだが、正しい方向に進めば綺麗なサーブ。あ、これが欲しかったのね。今回はこれみたい。おお、目が光ってる。飛んだ。もっと飛べ。飛んだ。ほら。飛べ。来た。お前なら使えるはずだ。あと一個。ん？あと一匹。ほら、あれ。あ、取れなかった。くそ。あと一匹だよ。飛べ。おお、脱出経路を探す。あ、パンチじゃん。明るい時間は一日の始まりにぴったりだ。パンチ。パンチの威力は上がんないの。上げてますこれ。あ、そうなんだ。レベルマックスです。すげえ。兄貴、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 兄貴。あ、なんか光ってる。すごい。おお、なんかいる位置良くなかった。何？なんかつけた。オクトポッドの弾が永遠に尽きないくらい十分な数。マークパグ。これに乗って戦うのか。出た、また謎の。来たよ。あ、カメ。鳥かと思ってた、ずっと。カメじゃん。尻尾が長いカメ。これもまたトクサノールの汚染によって引き起こされた進化的な変化の一つだ。サーフに潜っていたということは、マークパクは誰にも邪魔されずに生命の木の根っこを食べていられたと。やばいじゃん。つまり、めっちゃ食ってるじゃん。北西の根っこは他の根っこよりも大きな被害を被ったということだ。ほう、時間切るか。マークパクと対峙する時間は十分にあると彼は。まだ大丈夫。しかし、たとえお前がワールドイーターを止めたとしても。おすげえ。おオクトポットだからオクトなんだ。すごーい。オクタン。おお。すごい。やばい。ミサイル。めっちゃかっこよくない？かっこいい。
ちゃんと足が動く。かっけー。泡が一番かっこいいかもしれない、ね、水中戦だ。うおー、来たぜ。マークパフ。あ、すごい、背中に藻が生えてる。いやでも今回はこの最強のスケット、オクトポットがいるからな。うわー痛いよ。びっくりした。あー危ないよ。逃げて、来るよ、逃げて。平手打ち、こいつ平手打ち。あー、もう一回来た。なんか手が光ってる、赤く。なんか打つのか、手を打つのか、手を打つのかな。わー、すげー。ほら、なんか手や赤く光ってない。あ、今から殴るよってことなのかな。今から殴るよ、今から殴るよ。え、今までで一番戦闘かっこよくない？かっこいい。なんか尻尾が、尻尾が、尻尾が、うわー、すげー、かっけー。え、すげー。うん、いいよ。なんか来た。わあ。やべえ。ロケット頭突きか。気持ち悪い。え、何出したの？気持ち悪い。え、何あれ？卵？え、何あれ？え、何あれ？あ、無限になった。無限になった。グッポ行け、グッポ。行けー。グッポ撃て。あらららららら。何それ？すごい。くらえ。うわー。何したんだ。わかんない。いいよ、聞いてるよ。いいね。わあ。すげえ。わ、平手打ち来る。もう一発。ああ。当たっちまったぜ。逃げてー。こう、え、何あれ、手、わぁ、何それ、すごい、ジンベイが使うやつ、ワンピースのジンベイが使うやつ、水中、うわぁ、かっけぇ、なんだこれ、こいつ一番かっこいいな、一番かっこいいよ、うわぁ、よし、第3、うわぁ、え、完全なゴジラじゃん、逃げて。ガメラだ、ガメラ。うわー、すごーい。巻き込まれたら死ぬぞ。来るよ、人命攻撃。プシッ。わー、効いてる効いてる。あとちょっと。あ、もう一回人命来る。バシュン。おー、あ、もう一発来る。あ、まだやってくる、まだ来る、まだ来る。なんかな、今井ちゃん、なんかこのイカをかっこよく取るしか、イカはこの時にしか取れないよ、多分。あ、また来るよ、尻尾来た。うまく当たっちゃった。でかい火薬がセットされていない。いけー、倒せ。わー、頭突きされた。ロケット頭突き。うわー、ジンベイ、ジンベイ攻撃来る。逃げて。わー、逃げて。さよならだ。バイバイ。かっこよかったぜ。最後尻尾来る、最後尻尾来る。うわー、あ、すげー。ダメだ、目がうまく打てねえだよな、これ。
ダメだちょっとやったー、あ、こっからだ。あー、また頭突き、起きるよ。わー、すごい。あ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。やっつけろー、ジンベイ逃げて、ジンベイ。おっしゃー、おーし、倒したー。一番かっこよかったね。えかっこよかった。ミサイルがさ、敵の攻撃もかっこよかったし、グーフライドより上になったんじゃん。お、これで根っこが救われる。今のが最後のワールドイーターだ。お、これでトライブも生命の木も救われた。お、なんかゲットしたぞ。いよいよ最終段階だ。パラゴンだ。誰するんだい。運命を背負って生きている。アウトオブデイトはそのまま自分に正直に。何が最後に、もう一度。最後？最後だって。昔と変わらずウィズはお前と話すのが好きだ。気をつけるよ。こいつは乗せらんねえのか。そうだね、もう4人乗せちゃったから。完了してしまったよ。ってことはもうメインクエストあと1個だけ。うん、アウトオブデイト。待って、サイドクエスト終わらせてかたらがいいよな。そうだね。ちょっとじゃあしばらくはサイドクエストちまちまやっていくのも取っとくか。はい。じゃあ今日は、この西のワールドイーターを倒したので、ここまで、ここまでにします。で、ここに戻るのはまた最後、ここを全部やりきったら戻ります、うん、アウトオブデイト待っててね、それまでちょっと待っててくれじゃあこれで終わり。はい、バイバイ。バイバイ。